の魅力だと思います、うん、ベンチャーが全部新卒に立っていいっていう風な根拠には話もならんよな。ポジションがあるから取りに行けるっていう環境はベンチャーならではだと思います。どうも、しゅんです。こんにちは。ということで、今回は、松原の方からの持ち込み企画ということで、田畑さんに議論したいことがあるということで、テーマの方をお願いします。田畑さん、おはようございます。おはようございます。いつもお世話になっております。本日はですね、タイトルは、激論、新卒ベンチャーの魅力ということで、うん、はい、田畑さんかける、田畑さん。バラマツということで、うん、私からベンチャーで働く魅力っていうのを徹底的に演説させていただきたいと思います、はいはい、もし魅力に感じていただいたらダイアリーに入社する面接を受けていただけたらと思います、はい。とはいえですね、そんなにいいことばかりじゃないよとかあると思うので、うん、そういったところはぜひ反論していただきたいと思います、うん、はい、もちろんです。ということでスタートです。その1からいきます、はい、まず1つ目ですね、仲間を自ら巻き込める。これがベンチャーならではの魅力だと思います。大手企業と比較するわけではないんですけど、基本的には採用担当の人が仲間を巻き込むと思うんですけど、私たちの規模感だと、もう自分が一緒に働きたいと思う人を、例えばデザイナーさんであったり、ディレクターさんであったり、うん、どんな人でも自分で巻き込めるっていうのがベンチャーならではの魅力だと思います。これは順調にビジネスがうまくいってる前提だとそれはいいかもしれないけど、ダイアリーが別にたまたまいいベンチャーなのかもしれないけど、そうじゃないどうしようもないベンチャーみたいなのもいっぱいありますからね、うん、そういうところに自分の友達とか巻き込んだ上で超クソブラックだったってならどうします？誘えないですね。だからベンチャーが全部新卒に立っていいっていう風な根拠には話もならないよな。ただ一応新卒で入る子たちって自分がここの会社いいなと思って入るわけじゃないですか。で入った後でそのいいなと思う会社をさらに良くするために新しい人を自分から巻き込めるっていう点ではプラスだと思います。まあそういう人もいるけど、でもそこしか入るとこがなかったって人もいるじゃないですか。次いきます。放棄した。その2、社長との距離が圧倒的に近い、うんうん、これフリップにする必要ある。びっくりしただけ。これがなんでいいかっていうことなんですけど、距離が近いと社長が日々何を考えてるのかっていうのと、会社をどうしていきたいかっていうのが決まった段階で来るんじゃなくて、考えてる段階で考えてるプロセスにも近くいくことができる。つまりその時点でもし違和感があったら、それは違うんじゃないとか、こうしていきたいっていう自分の意見を反映して会社を作る側に自分が回れるっていう意味で距離が近いっていうのがプラスだと思います。これもだから社長が立派な人で自分が尊敬とか共感ができる人ならばっていう前提がつくと思ってて、そうでもないのに距離が近いって、自分で会社やってベンチャー作るような人で大体まあ良くも悪くも、まあ突破力があるとも言えばあれかもしれないけど、悪く言うと強引、リーダーシップがあるとも言えるけど悪く言うと独断専行だから、そういう人とすごく身近で働くのでいい経験になるってもちろん分かるんだけど、はい、夜中でも電話がかかってきて今すぐこれやれとか、土日中とか関係ねえとか、そういうのも含めてある意味だから迷惑かもしれないよね、タイの立場で。確かに昨日私今週の土曜日遊ぶ予定が1日入ってたんですけど、うんうんうん、社長の旬から、うん、この時間にミーティングあるんだけど来れるよね、うん、みたいな感じで LINE は来ました、ね、はい、もうだから休日出勤とかさ深夜残業とかも厭わずっていうことに結果的にはなるんじゃないかな。無自覚ですねそれ。ただそれも含めて悪いと思ったら自分が所属してる会社なので嫌だよっていう意思表明もしやすいと思うんですよ。まあね、そんなやつはうちの会社いなくていいみたいな、じゃあ別のやつに頼むわみたいな。ちょっと次に行きます、はい、その3、はい、ダダン、裁量をもらえるまでの期間が短い。理由としては入社して5ヶ月ぐらいなんですけど、 YouTube の全体チャンネルの統括って言って最終的に責任を持つところを任せていただいてるのもやっぱりベンチャーならではっていうか、ポジションがあるから取りに行けるっていう環境はベンチャーならではだと思います。裁量を与えられたと言えばいいんだけど、それはだからある意味責任でもあるわけですか。はい、旬だよりの YouTube チャンネルの再生数が伸びないとかチャンネル登録者が伸びないとかっていうのがあった時には、それはまず松原さんに 100% 来ちゃうんだよね、はい、でそうすると結果的にまた、まあ、全然伸びないどうしようどうしようって、あるいはそれをささらに何月何日までチャンネル登録者を何にするとか目標を背負わされた日にはさ、深夜だろうが土日だろうがもう一日中仕事のことを考えざるを得ないみたいなことにもなるんじゃないですか。おっしゃる通りです。ただなんかそれ全部楽しいんですよね、企画考えることもどうやったら伸びるだろうって考えることも、一個の正解とか教科書にみたいに答えが載ってるわけではないので、それを考えるプロセスも面白いし、そこも含めて言われてやってるんじゃなくて自分で考えてやってるんだっていうところができるチャンスがあるっていう意味では、どう生かすか次第ではあるんですけど、ベンチャー特有のポジティブな面かなと思います。その6、何でしょう。仕事、あ、ちょっと見ないでください。仕組み、
と目標も自ら決められる。まあ仕組みで言うと、例えばまあ今整ってない部分たくさんあって、そういったものを自分で考えて提案して実行ができるっていうところと、まあ、目標に関しては、まあ、例えば今月どれぐらい営業を取りますとか、どれぐらいの本数を出します、でそれを何回再生出しますっていうところを自分で決めて自分で追える。しかもその追い方、走り方みたいなところは特に指示されるわけじゃないので、考えながら走ることができるっていうのがやっぱ面白いですね。これは本当にベンチャーならではだと思います。まあそうね。でもまあ大企業でも新規事業だったらなくはないけど、まあそうか。ちなみに今の田畑さんだったら大手に行くかベンチャーで行くかって大きい括りやったらどっちに行きたいですか？いいベンチャーもあれば悪い大手企業もあるし、でもダメなベンチャーもあるし、いい大手もあるしっていうところで、結局自分が何やりたいかと、ベンチャーとか大手企業っていうんじゃなくて固有名詞で比べない限り、多分あんま俺意味がない企業だなっていつもこれ正直思います。ただとにかくベンチャーの場合は社長がまずいいかどうかですよ。僕もあれもだからハイリスクハイリターンなんですよ。ベンチャーの方が超ブラックかもしれないし、セクハラパワハラ何でもありかもしれないし、小さいと目立たないからさ、大手だとそういう法律違反的なことをやるリスクって今すごい高いから、そういう意味では最高でも最悪でも幅が狭いんだよね大手の。いろんな意味でいいベンチャーに最初のうち入ったらすごい経験もできるし、めちゃくちゃ儲かるかもしれないし、最初は部下も全然いなかったのがどんどん後輩も増えるとか、もういろんな意味でいいかもしれないけど、そんな風になる人って多分ベンチャー入った人の100人1人もいなくて、残り99人は自我だけ強いオラオラのブラック経営者の中に引き使われてボロ雑巾のようになって、しかもビジネスの拡大欲ばっかり強いけど、資金の続かず 2,3 年したらいきなりリストラされておしまいとか全然あり得るわけだから。新卒でこの動画見てベンチャーいいかもなって思ってくれてる方もしかしたらいるかもしれないんですけど、そういう方が正しくいいベンチャーを選ぶためにできること、いわゆる数字とインターンじゃなくて入っちゃった方がいいと思うんですよ。確かに。そこで3ヶ月から半年ぐらいの間で、そしてここの人だったら確かに間違いないなとか、いきなり結婚するんじゃなくてこう同棲してみたいな。で今大手はそれを受け入れてくれないと思うんですよ。やりやりみたいな規模とかだったら大学生の力で、まあ、アルバイトも社員もそこの仕事の中身を食えってそんなにないと思うんで、さっさとアポなしで会社に行くとか、ツイッターでなんかリプライ飛ばすとかして入っちゃって中身見た方がいい。でそれで本当にこの会社の仕事が楽しい、寝ないで働いても全然苦じゃないって思えるんだったらめちゃくちゃいいと思う。自分で経験してやってみて違うなと思ったら変えればいいし、合うなと思えばそこで就職すればいいし、それすら嫌がってるベンチャーって多分ちょっとおかしいと思うな、中を見せたがらないっていう。勉強になりました。ということで田畑さん、演説を聞いていただきありがとうございました。今の私の演説を聞いて、はいはい、ダイアリーいいなって思ったらこの後入社面接を受けてくださいということで、はい、ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。